ミオグロビン立体構造ミオグロビンは筋肉中にあって酸素分子を代謝に必要な時まで貯蔵する色素タンパク質である。クジラ、アザラシ、イルカなど水中に潜る。哺乳類は大量の酸素を貯蔵しなければならないため、これらの筋肉には特に豊富に含まれている。一般に動物の筋肉が赤いのはこのタンパク質に由来する。X 線解により三次構造が解かれた。 最初のタンパク質として知られる。1958年に、ジョン・ケンドリューラは、マッコウクジラのミオグロビン結晶を使って2の分解能で、その全構造を明らかにした。1本のポリペプチドさと1分子のヘムからなり、酸素分子を結合する。筋繊維中に広く見られ、球状タンパクで酸素を蓄える。153個のアミノ酸残器からなり、1個のヘムを持ち、分子量は、 1> 約17,800である。タンパク質は8個のアルファーヘリックスを持ち、それらがヘムを取り囲んでいる。酸素分子はヘムの中央にある鉄に化学的に結合する。酸素の貯蔵生体触媒酸素等下の促進酸素バッファー酸素に対する化学神話力がヘモグロビンより高く、血中のヘモグロビンから酸素を受け取り貯蔵することができる。 ミオグロビンの構造と機能は、ヘモグロビンと類似性が高いが、ヘモグロビンが4両体であるのに対してミオグロビンは、単両体である点が大きく異なっている。外部酸素濃度が低い場合、例えば筋肉の酸素要求が、血液からの供給を超えた場合などにのみ酸素分子を放出し、緊急時の酸素貯蔵庫として機能する。ミオグロビンは、筋挫滅、強い圧迫、 激しい運動を受けた筋肉が解放されると、カリウム、乳酸などと共に大量に流れ出し、クラッシュ症候群を引き起こす。ミオグロビンやヘモグロビンのヘム色素は、人毒性があるため、高ミオグロビン血症による、急性腎不全を招きの原因となる。食肉中には、酸素型、還元型、メト型3種の誘導型が存在する。メトミオグロビンは、ミオグロビンのヘム鉄が、 FE2 から FE3 に主に酸素により酸化されたものである。生きている筋肉においては、補酵素であるなどトシとクロム B4 の存在下で、メトミオグロビンの補欠分子属であるヘムの FE3 を通常のミオグロビンの FE2 に還元するメトミオグロビン還元酵素の活動により、メトミオグロビンの濃度は無視できるほど少量である。死んだ筋肉である食肉は、 メトミオグロビンを除去するためのこの還元作用が働かず、ミオグロビンが酸化されて、メトミオグロビンが過剰に生成され、それゆえ食肉が古くなると、茶色のメトミオグロビンが蓄積されるものである。ありがとうございます。